はい、こんにちは、116インズです。いよいよ今月末8月31日はトレードデッドラインですね。例年は7月31日がトレードデッドラインなんですけれども、今年は開幕が遅れた影響でトレードデッドラインについても1ヶ月後ろ倒しということになっています。で、文字通りトレードができる最後の期限となりますので、特にこれからプレーオフ進出を目指すチームは必要なポジションなどを見定めてトレードに動く時期になってくるんですけれども、まあ、今年はおそらく例年ほどはトレードは活発に行われないというふうに予想はされているものの、おそらく8月31日の期限までにいくつかトレードは行われるんじゃないのかなと思われています。まあ、このトレードデッドラインの時期というのは本当に移籍が盛んに行われまして、それこそトレードデッドライン当日などは本当に数時間おき、下手したら数十分おきに誰々がトレードされたなどの情報が流れてくるくらいには盛んに選手が動く時期になりますので、まあ、MLB はよく移籍の多いリーグというふうには言われますけれども、まあ、それを象徴するような時期なんじゃないのかなと思いますね。スター選手の移籍などは今後の戦いにも大いに影響する部分ではありますので、このトレードデッドラインというのはファンにとっても見逃せない時期になっていますね。さて、このトレードデッドラインの時期というのはもちろん主力選手の移籍非常に多い時期ではあるんですけれども、実は若手有望株の移籍も非常に多い時期なんですね。日本のプロ野球、まあ、NPB から MLB を見始めた方にとっては若手がトレードされるというのはあまり見慣れない光景なのかなと思いますね。むしろせっかく自分たちで育ててきたのになんでトレードしてしまうんだとすら思うかもしれませんね。最近巨人と楽天で投手の若手有望株高田芳生選手が絡むトレードがありましたけれども、そうは言ってもまだまだ日本ではトレード自体が多くはないですし、また若手有望株が絡むトレードとなるとさらに数は少ないですので、どうしてそういうトレードに至るのかわからないと初めて MLB を見る方は思うのは当然だと思います。なので今回はなぜ球団が大切に育ててきた若手選手をトレードしてしまうのかというところを解説していきたいなと思っています。はい、まず一つ目として、トレードというのは相手にも相応の価値を提供する必要があるということですね。まあ、MLB30 球団のレギュラークラス、まあ、主力選手というのは基本的にどの球団にとっても価値のある選手ですよね。まあ、特にトレードデッドラインで人気のある選手というのは非常に価値がありますし、まあ、それは当然買い手側、その主力選手を獲得する側にとってもそうですけれども、その主力選手を手放す側、売り手側にとってもその選手は価値のある選手なわけですよね。なので買い手側は当然ながら主力選手の価値に見合うだけの対価を売り手側に差し出す必要がありますね。で、問題はその主力選手に見合う価値とは何なのかというところですね。もちろん買い手側も主力選手を差し出せば選手としての価値という意味では見合ったトレードなのかもしれませんが、果たしてそれは売り手側が求めている価値なのかと言われれば必ずしもそうではないのかなと。そもそも売り手側のチームが売り手に回った理由としては、大体の理由はプレーオフ争いから脱落してしまったため主力選手をトレードして若返りを図りたいなどの意図がありますので、売り手側は基本的に速攻性のある価値を求めているのではなく、将来的に主力選手となってくれそうな若手選手を求めているわけですね。なので買い手側はそんな売り手側のニーズを満たすため、自分たちが獲得したい主力選手の見返りとして若手有望株を数人手放すというのが MLB でこの時期よく見られるトレードですね。もちろん買い手側としても極力若手有望株を手放さずに済む展開が一番望ましいでしょうが、ただ今勝つために多少未来を犠牲にするという動きも MLB ではしばしば見られますね。例として2016年のシカゴカブスを挙げてみたいと思います。カブスは2016年の夏の時点、まあ、トレードデッドライン直前の時点で地区の首位を快走している状態だったんですが、ただカブスは今後のポストシーズンまでの戦いを見据えた時にクローザーに少々不安を覚えていたんですね。まあ、この前の年2015年のワールドチャンピオンであるカンザスシティロイヤルズはウェイド・デイビスという圧倒的なクローザーがいましたし、またワールドシリーズでロイヤルズに敗れたものの、ニューヨークメッツもジュリス・ファミリアという非常に強力なクローザーがいましたので、それらと比べますとこの年のカブスというのはやはりちょっと圧倒的なクローザーに欠けている状況にあったと。で、そういったことも考えましてカブスはヤンキースからアロルディス・チャップマンを獲得するんですね。チャップマンはこの年のオフに FA になる予定の選手でして、でヤンキースとの契約延長も拒んでいまして、でさらにヤンキースはプレーオフ争いから脱落している状況にありましたので、まあ、このチャップマンをカブスへトレードしたんですが、その際にカブスはヤンキースへグレイバー・トーレスへ4選手を放出しました。トーレスは2016年の時点で球界全体でもかなり評価の高いプロスペクトでしたが、ワールドチャンピオンを本気で目指しているカブスはトーレスを放出してまでチャップマンという圧倒的なクローザーが欲しかったわけですね。
そしてこのカブスの賭けは見事に成功しまして、後半戦、それからポストシーズン、チャップマンはフル回転して、結果カブスは108年ぶりの世界一に輝きましたし、またチャップマンを放出してトーレスを獲得したヤンキースは、このトーレスが主力選手に今や成長して現在の強いヤンキースがあるわけですから、双方にとってウィンウィンのトレードになりましたね。トーレスを放出するということはチームの未来を脅かす行為ではあるんですけれども、そのリスクを取ってまでチャップマンという圧倒的なクローザーを獲得できたからこそ世界一になれたわけですから、トレードとしては必要なトレードだったんじゃないのかなと思いますね。そしてもう一つ若手有望株がトレードされる理由としては、若手有望株の評価の問題がありますね。そもそも本当にスター級の若手っていうのはトレードされないことが多いんですよね。まあ、今 MLB でスーパースターとして活躍している選手を考えてほしいんですけれども、例えばマイク・トラウト、ブライス・ハーパー、フランシスコ・リンドア、マニー・マチャド、まあ、たくさんスター選手いますけれども、彼らが果たしてプロスペクト時代トレードされたかって言われると、トレードされてないんですよね。なのでトレードされる若手有望株はトレードされるだけの理由がどこかにあることがあるんですね。自分の球団の若手についてはその球団が一番詳しいわけですから、まあ、試合以外の部分ですよね。練習や態度、それから見えない怪我などいろいろあるとは思うんですけれども、球界全体が考えているほどその若手有望株に対する評価が高くないなど、そういった自球団と他球団の評価の乖離を利用しようとしているトレードというのも少なからずあるんじゃないのかなと思いますね。実際トレードされたプロスペクトはトレードされなかったプロスペクトと比較してパフォーマンスが落ちる傾向にありまして、まあ、これはベースボールプロスペクタスのベン・リンドバーグですとか、あとはザーリンガー .com のザック・クラムの記事の中で調査された結果なんですけれども、 MLB デビューしてからの最初の6シーズンでのウィンズ・アボブ・リプレイスメント、平均的な選手と比べてどれだけ勝利数を多く稼ぐことができたかという指標なんですが、これで比べた時にトレードされたプロスペクトはトレードされなかったプロスペクトと比較してウィンズ・アボブ・リプレイスメントの面で劣る傾向にあるとされているんですね。この結果の差にはプロスペクト、若手有望株を売る側と買う側の情報量の差が影響しているんじゃないのかというふうにもザック・クラムの記事の中では指摘されていますね。まあ、なので若手有望株を手放すチームとしても、自分たちとしてはそこまでその選手を評価はしていないものの、他のチームが評価をしているうちに手放してしまおうという考えも少なからずあるんじゃないのかなと思われますね。実際先ほど紹介したカブスのトレードのように双方がウィンウィンとなったトレードはむしろ少数派で、非常に多くのトレードで若手有望株が大成しないというケースが見られますね。まあ、いくつか例を挙げますと、例えばブルージェイズとアスレチックスのジョシュ・ドナルドソンが絡むトレードでは、アスレチックスはフランクリン・バレットという、まあ、当時非常に期待されていた有望株を獲得したんですが、ただこのバレットは今のところベンチプレイヤー以上の選手には慣れていませんし、開花の兆しというところもあまり見えていない状況ですね。またアストロズとタイガースのジャスティン・バーランダーが絡んだトレードについても、タイガースが獲得した3人のプロスペクトは今のところトレード当時の期待値に見合う活躍は見せていませんし、また少し時代を遡ればブルワーズとインディアンスの CC サバシアが絡んだトレードについても、インディアンスはサバシアという大エースの見返りとしてマット・ラポルタという外野のトッププロスペクトを獲得しましたが、全くの期待外れに終わったというトレードもありますので、若手選手が期待通り成長しないというケースは結構頻繁に見られますね。もちろん本当に評価されていたけれども選手として大成しなかったケースというのもあるとは思いますが、やはり少なからずトレードされるプロスペクトには理由があるのかなと思ってしまいますね。なのでこのあたりの若手選手の見極めだったり、あるいは若手選手をトレードの駒に使うかというところが GM ジェネラルマネージャーの腕の見せ所ですね。どの若手選手を未来のチームに残すのか、どの選手を今すぐ活躍が見込める MLB 選手にトレードするのかなどをうまく見極め、今勝つこと、それから未来のチームを作ることのバランスをうまく取れる GM が一番理想的なのかなと思いますね。今後トレードデッドラインに向けて徐々にトレードが増えてくると思いますが、こういったトレードの裏側まで考えながら見ると MLB の移籍というのも非常に楽しめるのかなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。